女優の菅野美穂は20歳の誕生日記念にヌード写真集を出してるんだよね。極秘でその写真集のプロジェクトが進められてたんだけど、なんと発売日前日にその情報がスクープされちゃったんだって。ヘアヌード写真が流出になってしまったことを受けて緊急で記者会見を開くことに。その記者会見でいろいろと問い詰められ、菅野美穂がパニックになってしまい号泣記者会見になってしまった。後にヘアヌード写真集を出した理由を、精神的にタフになるため自分が嫌だと思うヌードにチャレンジしたって語ってる。ヘアヌード撮った理由がプロフェッショナルすぎるでしょ。